はい、皆さんこんにちは、高橋です。本日は2024年10月18日です。 HKT 法廷劇場で開催されるチーム H 目撃者公演を見るために劇場に来ています。そして今回は当日券を購入して公演を見に行きます。この動画では立ち見席にならないのが一次募集や二次募集との違い、当日券はどんな時に出るなど、当日券に関して視聴者さんが気になっている点を解説します。この動画を見ることで当日券についての皆さんの疑問が解決します。公式からは公開されていない情報ばかりなので見落とさないように、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずはじめに当日券の概要を説明します。基本的にフォーテッドグループの劇場公演を見に行くためには事前予約が必要です。事前予約の期間は各グループごとで異なりますが、 HKT フォーテッドは公演日の2週間以上前であることが多いです。その後未入金によるキャンセルが発生するなど、席が空いた場合は二次募集があります。二次募集は二次先着申し込み受付と二次抽選申し込み受付の2種類があり、この2つのどちらかが行われます。一次募集は抽選、二次募集は抽選または先着かの違いはありますが、どちらも事前に予約する必要があります。しかし当日券はその名通り公演日当日にチケットを予約することができます。つまりその日の気分で公演を見に行くことができます。また急な予定変更の多い人にも便利です。予約後は劇場に行き現金で支払いを行います。初めての方は勘違いしがちですが、予約は HKT 法廷とチケットショップで行う必要があります。予約はオンラインのチケットショップで、購入は現地の劇場です。劇場で直接予約からチケット購入までできるわけではないので注意してください。チケットショップを利用するためには個人情報の入力や顔認証のための顔の登録など事前準備が必要です。手順通り行えば難しくはないのですが、多少の面倒さはあり、当日券の良さが半減しているように感じます。現地でチケットショップを介さずチケットを購入できれば良いのですが、セキュリティの関係から難しいのかもしれません。次は当日券を購入した際の座席番号は何番なのか検証します。視聴者さんが最も気になるのは座席番号が後ろすぎて立ち見席にならないかだと思うので、今回はその確率が最も高い公演開始時刻ギリギリに当日券を予約します。ちなみに座席番号は一次募集、二次募集、当日券の順に大きくなり、この順に座席位置も後ろになります。そして当日券は予約が遅いほど後ろの座席番号になります。最も遅く当日券を予約した時の座席番号は何番になるのか、そしてどのくらい後ろの席になるのか、この検証である程度わかると思います。なおこの検証は一番当選倍率が低いであろう平日の通常公演で行っています。そのため祝日または特別公演ではさらに座席番号が後ろになる可能性があります。それでは検証を始めます。現在僕がいる場所は HKT 法廷劇場のすぐ外です。ここから自動ドアを通り右に進むとわずか5秒でロビー内に入れます。つまりこの場所からであれば公演開始時刻ギリギリに当日券を予約しても十分間に合います。現在時刻は18時15分です。公演前の前座が始まるのは25分なので、残り10分以内に劇場内に入っておく必要があります。先ほど劇場前のエントランスを見てきましたが、ほとんど人通りはなく、トイレを終えた人がロビー内に戻る程度です。この場所にはロビー鑑賞の待機列ができますが、本日は誰もいないようです。間違いなく僕が劇場に入る最後の一人になりそうです。それでは実際に当日券を購入してみましょう。 HKT 法廷とチケットショップにログインし、受付中の当日券申し込み欄をタップします。下にスクロールして注意事項に同意するにチェックを入れ、申し込みをタップ、枚数選択は1枚を選択し、次へ現地払いにチェックし確認する、そして購入するを選択すれば予約完了です。あとはロビー内で直接現金で公演料金を支払えば準備完了です。現在時刻は18時19分です。公演開始6分前なのですぐに影穴が始まります。座席番号や座席位置などの詳細は公演が終わった後に話をします。それでは大至急劇場内に入り公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。現在時刻は20時45分過ぎです。当日券はかなり後ろの番号になるので、いつも以上に劇場から出るのに時間がかかりました。当日券を購入する際はこの点も考慮する必要がありそうです。さて前置きはこのぐらいにして、はじめに本日の公演について話します。その後座席番号は何番だったのか、立ち見席だったのかなど、当日券を公演開始時刻ギリギリに予約したその結果をお伝えします。
本日の講演は渕上舞ちゃんが先日開催された坂狩り公演に続き体調不良のため休演でした。代わりにチーム K4 から江口光賀ちゃんが約5ヶ月ぶりに出演し、全体曲はヤンセリアちゃんのポジションで、ユニット曲はサボテンとゴールドアッシュを披露しました。またチーム H 楽曲ロンリーサブウェイは初めての披露でした。チーム楽曲を他のチームのメンバーが披露するのは珍しく、とても新鮮で貴重な機会だったと思います。前座ガールズはリュウトウアイネちゃん、中野みなみちゃん、クレユナちゃんの3人でした。クレユナちゃんは自己紹介をした時の最年少らしく細々しい声が可愛かったです。リュウトウアイネちゃんは前回は歌詞が何度か飛んでいましたが、今回はダンスも含め完璧にできていたと思います。中野みなみちゃんはいつもと変わらず安定のパフォーマンスでした。そして最後に本日の公演で最上奈々香ちゃんが卒業発表しました。グループに加入してわずか2年半の次世代のセンター候補の卒業はさすがに驚きました。この件に関してはこの動画の主題から大きく外れるので、後日別の動画で時間をかけて話します。卒業予定日は来年2025年1月27日です。残りの時間も笑顔で最上ちゃんらしく活動してくれると嬉しいです。それでは現地での当日券予約後の手順と座席番号について話します。当日券予約後から購入、公演開始までの流れは、まずロビー内に入り右の受付にいるスタッフさんに当日券ですと伝えます。身分証明書を提示し、チケット料金4800円を現金に支払います。支払いは現金のみでクレジットカードは使えません。座席番号はこの後 HKT 法廷とチケットショップで確認できます。ロッカーはまだ空いていたのでコインロッカー代300円を支払い荷物を預けました。ロッカーが空いていない時はクロークに荷物を預けます。利用料金は同じく300円です。ここまでに3分ほど時間がかかります。劇場内に入るときに顔認証があり、チケットショップに登録している顔と照合します。これが当日券を劇場で予約できず事前に HKT 法廷とチケットショップで予約しなければいけない理由です。顔認証がうまくいかなければ5分ほど時間がかかるかもしれません。そして最も気になる座席番号についてですが、公演開始時刻ギリギリに当日券を予約した今回の僕の座席番号は253番でした。全席284席中253番の席で、後ろから2列目カメラエリアの隣です。公演開始までは自分よりも番号が後ろの席は空席だったので、公演開始前に当日券を予約したのは僕が最後でした。公演開始後は255番257番と1席ずつ間隔を空け、3人が当日券で入ってきました。最も遅く当日券を予約した方でも250番台であり、最後列および立ち見席には公演が終わるまで誰もいませんでした。以上の検証から公式サイトに記載されているお席が後方ブロックまたは立ち見席となる場合がございます。ご了承ください。この通りの結果でした。運が悪ければステージから最も遠く2時間スタンディングの立ち見席になります。さらに自分の前に人がいるとステージはあまりよく見えません。お見送り会は最後に参加することになるので、劇場から出るのも最後です。公演後に推しドリンクを飲む人は少し急いだ方がいいかもしれません。しかし後方席は劇場出入り口に近く、トイレには行きやすいです。また両隣は空席であることが多く、気楽に公演を見ることができます。さらに最も後ろの席は後ろの人に気を使う必要がありません。本日は平日開催の通常公演であったためか、後方席は空席が多く、最も遅く当日券を予約しても立ち見席にはなりませんでした。多少の誤差はあると思いますが、公演開始直前に当日券を予約して253番だったので、今後当日券で公演を見に行く人は参考にしてください。今回は当日券で HKT 法廷との劇場公演を見に行きました。公演当日に購入できる便利さや、後方から気を使うことなく気楽に公演を見れるなど良いところも数多くありました。お見送り会は最後に参加するので鍵締め感があり、一部のファンは嬉しいかもしれません。一方で確実に後方席または立ち見席になるので、ステージからの距離は遠く決して良い席とは言えません。また劇場内での現金支払いが必要など、一時募集や二次募集にはない手間もあります。今回の僕のようにあえて当日券を利用するメリットはないと思います。可能な限り一時募集で申し込みをして、必要な時だけ当日券を使うのが良いと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT 法廷と高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。